はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はセリアさんで購入してきたものがあるのでご紹介していこうと思います。まずはですね、こちらになります。エリエールのスマートタイプのペーパータオルですね。200枚入りになってます。で、我が家はこれをね、台所に仕込んでるんですよね。で、なくなってくると1個ずつこう買い足しで、全部入りきらないので少しこう半分弱ぐらいずつ使うんですけど、この半端分がね出るので、それと新しいのを足して使ってます。結構ね、そんなに神経質な方ではないんですよね、私自身が。なんですけど、キッチンのこの水回り関係っていうんですか、あれがどうしても嫌で同じこうタオルとか使ったり、まず台布巾を置くのが基本的には私は嫌なタイプなんですよ。で、キッチンで同じタオルで何回も拭く、まあ、なんていうんですかね、コスパを考えたら多分私がやっているこういうのってあんまり良くないんだと思うんですよ。ちゃんとね、台布巾使ってハイターにかけたりとかして何度もね使う方がコスパ的にはいいのかなとは思うんですけど、もう少しこう薄くなってきたりとか、替え時を私失う人間なんですよね。っていうのがもう嫌で、もう手を拭く時はこれで拭くようにしています。これね、我が家の必需品です。まずこれ一つと、よいしょ、はい、あとこちら、これは紙紐、50メートルの紙紐です。で、これ何に使うかというと、他の動画でガマ口を作ってる動画が上がってると思うんですね、私の過去動画の中に。で、その中でボンドでつけるタイプには必ずこの紙紐が入っているんですけれども、私苦手なんですよ、縫い付けタイプの方が。で、そっちをこの紙紐を押し込んでできないかなって思ったんですね。で、ちょっと太いので少しこう考えながらこれでね一度やってみたいなと思って買ってきてみました。で、続いてこちらのニューエンジェルコットンの新色でしょうかね、こちらの色ですね。これはカラーナンバーが10番ですね。で、綿 100% で 25g の 65m 巻きですね。3号から4号で細いんですけど、ガマ口にねするのにちょっと可愛いなと思って、このモカ茶っぽいような色、モカっぽい色、薄い茶色っていうんですかね、ちょっとね一つだけ買ってきてみました。一つあればね、ガマ口は余裕なので。で、続いてがこちらです。はい、こちらは麻紐なんですけど、紐のこのね紙紐のある場所じゃなくって、ラッピング用のところに並んでいるラッピング用の麻紐です。なので少しちょっとね柔らかい感じ、普通の麻紐よりも。これは 40m 入ってるものですね。で、これは私このピンクを買ってきたんですけども、濃いブルーかな、青とあと緑があったんですよ。で、その3色の中でちょっとこれをね使ってみたいなと思って、この色をね買ってきてみました。これとニューフラワーコットンでしたっけ、あれをこう組み合わせてガマ口を作りたいなと思ったので買ってきたんですよね。ちょっとねチャレンジしてみようと思います。で、続いてがこちらですね。こちらもリピート品になります。手芸用のボンドです。速乾のボンド。で、私いつもね、ガマ口をつける時に使ってるのがこれなんですけど、これ中入れ替えたりとかして使ってたんですよね。で、もうこの上のとこっていうんですかね、中にちょっと詰まりかけてきてて、もうそろそろこの容器もさよならかなと思ったので、こちらをね、ちょっとリピート品で買ってきてみました。一つ。二つ手に持ったんですよ、勢い余って。なんですけど、いや待て待て待てと思って、2個あっても1個どこにしまったか忘れ、私これ買い置きあったんですよねきっと、なんですけどどこにしまったのか忘れてしまって、いやーダメですね、買ってもやっぱりそういう風になっちゃうともったいないので、今回は1つだけ買ってきました。これはね、ガマ口をつけるときに使います。
はい、こちらですね。これ可愛いですよね。初めて見たんです。レトロ横丁のティッシュボックスカバー。横が24センチ、縦12センチ、高さ6センチ以内っていうことですね。こんな感じ。で、これね、私ここピンクのなんかね、感じのやつ買ってきたんですけど、このブルータイプも売ってたんですよ。でも、なんかピンクに惹かれてね、ピンクを買ってきました。で、開けると、こんな感じになってます。裏側はね、ゴム2本でこう止めるような感じですね。で、ボックスタイプでしか使えないのかな？結構ここが角張ってるっていうか、硬い感じできっちり角張ってるので、箱タイプだとちょうどいいと思うんですよね。で、うちで使ってるの箱タイプじゃなくって、袋のタイプっていうんですかね。あっちを使ってるので、これは車の中で使おうかなと思います。この車の中のボックスティッシュは私いつもガソリンを入れた時にもらうんですよ。ガソリンスタンドから。なので、車の中もボックスティッシュなので、これは車の中でね、使っていこうと思います。すいません。ちょっと順番バラバラになっちゃうんですけど、これシュネア用品ですね。持ち手ですね。バッグの持ち手。もう1個買ってきてました、はい、これは持ち手チェーンスチールですね。45センチのものですね。でちょっとくすんでる感じ、アンティーク調な感じの色ですね。そっちを買ってきました。クラフト金具ですね。これも1つですね。置いてきました。でちょっと順番バラバラになっちゃって申し訳ないんですけれども、続いてこちらです。これ見たことありますか？このスリムケース、家庭用収納のスリムケースっていうものですね。こうやってスライドファスナー付きのポケットだったり、 A4 用紙が三つ折りで入るフリーポケット、あとカードのポケット、これがね付いてるみたいなんですよ。家庭用収納スリムケース 220×115mm ですね。でこれも私カードとか多いので、ちょっともうね収納方法に困ってるんですよね。でこうやって広げて、ここがファスナースライダーになっているものですね。こんな感じでスライダーになってます。でここがフリースペースですね。 A4 サイズが三つ折りで入るそうです。でカードのポケットが上と下についているんですね。なので 1,2,3,4,5,6 枚ですね。1枚ずつ入れたら6枚入るようになっています。で外から見ても分かりやすい感じになっているので、これはちょっと使い勝手が良さそうですね。何気に使えそうだなと思ったので、今回ちょっとね買ってきてみました。こちらですね。続いてがこちらです。キティちゃんのクラフトチャック袋が出てました。サイズがチャック下で約 13.5 センチ、縦ですね。で横が11センチ、で間違 5.5 センチですね。な感じ。3枚入りになっていて、この窓の部分がキティちゃんのリボンになってますね。はい。で、これは、電子レンジやオーブントースターはダメですね。で、冷蔵庫、冷凍庫もダメですね。じゃあ何が？お菓子や食品のラッピングじゃあ何があって、開けるとこんな感じです。この音もいいですよね。こうちょっとパリパリっとした感じのクラフト紙でできていて、はい、でマチがねありますので、よいしょ、手入れようかな。はい、こんな感じでね、マチがあります。で、中はね、ちゃんとビニールっていうかね、コーティングされているような感じで
ですね。可愛いですね。こんな感じで裏は無地ですね、はい、でこれがキティちゃんですね。であとはこちらです。ちょっとこれリボンがねなんかちょっとおかしくなってる。ビニールバッグですね。15cm×10cm で6枚入りになってましたね。ただマチはないものですね。キュートスマイル、リボン体付き6本入りですかね。でこれは食品が OK のものになります。これはどうなんだろう、バレンタインの時に出ていたのか私がスルーしたのか、買ったかなもう自分が買ったものもわからなくなってる。ダメですね、ちゃんとあるもの把握しなきゃ。はい、こんな感じで後ろも表も両方ね印刷されてます。こんな感じで表にはここがね入ってるんですけど、裏面にはねこの文字は印刷はされていませんね。はい、でリボンがねこれ黄色ですごく可愛らしいと思います。この上のところにこう縛るんですね。こうやってギュッと汚くなってきたけどはい、こんな感じでこの筆もね見つけて、これもピンクもあったんですけど、今回はねいつもピンクに偏ってるので今回はね青で買ってきました。で続いてがこちらです。すんごいキラキラしてるんです。これもビニールバッグ8枚入りのものですね。15cm×10cm ってすごいですよね。10cm キラキラホロハートだそうです。後ろもすんごいキラキラで、これね可愛くて買ったんですよね。はい、でここにね剥離紙がついていて、ここを剥がしてこうペタンとつけられるタイプになっています。で表にね模様がこう出てくるような感じになって、裏側がねホログラムキラキラしてるような感じですね。で後ろはねこうやってキラキラしてるホログラム、一面にホログラムになってます。これ結構分厚いです。これは8枚入りの割にはね分厚いんじゃないかなと思います。これもピンクでね可愛いですよね。あれ、はい、こちらのピンクとこれはね色違いでこちらの赤も出てました。はい、これも8枚入りになってますね。食品も OK です。はい、で後ろはね2つともすんごいホログラムでキラキラしてます。でこんな感じ、赤とピンクですね。で続いてがこちらです。シンプルガールの付箋ですね。80枚入り。これね青っぽいのもあったんですけど、今回はこっちのバージョンにしてみました。はい、開けるとこんな感じで全面に罫線がね書かれてます。こんな感じで80枚入ってるのでもうだいぶですよね。で結構大きめな付箋なので使い勝手は最高だと思います。で前に紹介したこのシンプルガールシリーズの今話題になってるじゃないですか。いつ紹介したっけかな、バインダーとリフィルのやつをご紹介してるんですけど、それはね先日うちの主人のお姉ちゃんの娘ちゃんめいっ子ちゃんが遊びに来た時に、もしよかったら使うって言ってこうササササっと出したら、使うって言ってすごい勢いで奪い取られちゃったんですよね。やっぱりね、その女の子ね、中学校3年生でもうちょうど受験で合格して、今年の春から、
高校生、女子高生ですね。女子高生ってもう死語なのかな ?JK っていうんですかね。になるんですよ。なので、少しでもね、可愛いものを持って気分を上げてから入学してもらいたいなと思って動画で紹介して、こうセッティングはしちゃったのでね、セットしたものをプレゼントした感じだったんですけど、まあ、すごく喜んでくれてね、なんかね、おばちゃん妙理に尽きるっていうか、ありがたかったですね。それのシリーズですね。ちょっと話長かったですね、今。シンプルガール。これ可愛いですね。これのね、シールとかもあるんですけど、私はね、ちょっとシールの方は使わないなと思ったので、今回はね、ちょっとごめんなさいして、戻してきました。で、続いてがこちらですね。これ、初めて見たんですけど、どうでしょうか、皆さん。こちら見たことありますかね。デザインペーパー。プチアニマルですね。36枚入ってるそうです。で、あの、いつもね、セリアさんとかで売ってるのって48枚だと思うんですけど、これね、両面デザインになっているので、ちょっと枚数がね、少ないのかなと思いながらも購入してきました。4デザインが9枚ずつですね、入ってるんですかね。はい、とこんな感じで。1枚目がこんな感じですね。これですね。かわいいですよね、この。アニマルちゃんたちがいっぱいいるピンクので、後ろはねピンクのギンガムチェック、これも可愛いですよね。封筒とかにしたらすごく可愛いんじゃないかなと思います。で、2柄目がこちらですね。これどっち向きなんでしょうね。どっち向きでもいいんですね。青い背景でこのユニコーンとか哺乳瓶ミルクって書いてありますね。コアラとかで、後ろはね、青いギンガムチェックになってます。で、3柄目がこちらですね。可愛いですね。で、後ろは、薄紫のドットですね。こんな感じで。で、最後はこういうオレンジですね。オレンジに一列にこう並んでる感じ。みんないますね。可愛い。で、後ろは、これはオレンジのドットですかね。はい。こんな感じの柄で、とても可愛いですね。で、続いてが、こちらです。白桃って書いてある、一筆伝えたい便箋。だそうです。思いの缶詰って書いてあるものですね。で、これは、こういう形成が書かれている柄と、この桃のね、桃が描かれてる、罫線が描かれてる、桃が描かれてるから猫ちゃんがちょっと覗いてる感じで、これが身柄が一つに入ってる感じですね。これ可愛いですね。これとこれ4種類出てたのかな。あとこれパイナップル、気持ちたっぷり詰め込みました。で、これもねこういう瓶、形成が書かれていて缶詰が書かれているものと、あとはパイナップルなのでもうね、パイナップルが書かれているもの、可愛いですよね。これね、4種類あったうちの2つをね買ってきました。で、続いてがこちらになります。マスキングダイカットシールですね。レトロ横丁フレンズ、あ、これあれか、ジャンコード見せてなかったですね。レトロ横丁フレンズミニ便箋ですね。60枚入り、2柄各30枚ずつ入っているそうです。で、こちらも同じですね。2柄各30枚で60枚入っているものになります。はい、ごめんなさい。ちょっとね、レトロ横丁シリーズにテンション上がっちゃってごめんなさい。で、こっちのね、シールは、4シート入っているものですね。で、これ一つ一つに、このメモ帳がありました。これはほら、このパインアップル。で、この白桃はこれ。で、みかんとフルーツみつ豆もあったんですけど、今回はね、二つだけ買ってきてますね。で、このマスキングテープのシール。はい。で、これもね、4シート。で、私も結構シールも買っているので、なかなかね、シールもなくならないんですけど、一
久しぶりにシールをね買いました。はい、こんな感じで4枚ですね。可愛いですよね。顔だけのと胴体のと、これ持ってるやつ、お菓子持ってるのと、缶詰になってるのと、可愛いですよね。でマスキングテープ素材なので薄くて、取れるかな、画面越しで、あ、取れた。薄くてちょっとなんか透けるような感じになるのかな。でもね全然可愛いです。マスキング素材っていいですよね。可愛い。はい、こんな感じで4枚ですね入っていました。はい、今日の購入品は以上になります。何かね参考になるものが一つでもあればいいなと思います。で今ですね、あのコメントの方でもいただいてたんですけど、あの不安でやっぱりねお買い物に出れないっていう方もね中にはいらっしゃいました。まあ確かに今そうですよね、ウイルスが流行っていて、まあ不安でお買い物に行けないっていう気持ちもすごくわかります。私もできることならお家の中にね引きこもっていたいんですけれども、やっぱり仕事をしている以上ね毎日外に出ていくので、まあ、そのついでにお買い物をしてきてるっていうような感じですね。でたまたま行った時にあの新商品がこう棚に並べられてる最中だったっていうのに出くわしたりとかしたりするので、本当にタイミングで当たってるっていうところも あるんですけど、もう少しねすればウイルスの方も少し落ち着いてきてくれるんじゃないかななんては思ってはいるんですけど、どうなんでしょうね。なんかニュースではね、あの中国の方はもう収束宣言とかね言ってますけど、まだまだね日本のこっちの方はね、あの感染者が拡大してって言ってる中なので、もうそれこそお花見も自粛してくださいだったりとか、あと歓迎会、あの送別会とかもですよね、もう一切がもうかなんていうんですかね、自粛ムードになっているので、せめて YouTube だけでもね、せめてこの動画の中だけでも明るくして、明るくねこうちょっとでも元気にやっていけたらなと思ってね、日々動画の方撮影させていただいております。私はちなみに元気です。そう、私岩手県なんですよ。岩手県って知ってますか、まだ感染者が誰も一人として出ていないんですよね。まあその点ね、安心して出れるこう買い物にね行くっていうのもそこもあるのかなとは思うんですけれども、まあね気をつけてマスクをして気をつけてお買い物をしていきたいなと思います。はい、今日もね楽しかったよって思ってくれた方はぜひぜひ高評価の方よろしくお願いします。コメントもすいません、コメントもねあのたくさんいただいて、あのお返事をね順番にしては言ってるんですけど、なかなか追いつかないでごめんなさい。なるべく早めにねコメントを返すように頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。